ギフ放送株式会社ギフ放送、ギフ放送、ギフブロードキャスティングシステム、インクは、ギフ県を放送対象地域として、中波放送、AM 放送とテレビジョン放送をする特定地上機関放送事業者である。略称は、GBS、愛称は、ギフちゃん、ラジオテレビともに独立放送局である。1962年9月、 地元の地方紙である岐阜新聞社、当時は岐阜日日新聞社により完全公会社ラジオ岐阜として設立。同年12月24日に全国45番目にラジオ放送を開始した。きっかけとなったのは1959年に発生した伊勢湾台風以降に当時存在した県域ラジオ局のラジオ東海が三重県域のラジオ局、 近畿東海放送旧ラジオ30と合併し、中京圏広域ラジオ局である東海ラジオ放送1960年4月開局となったことや NHK 岐阜が NHK 名古屋から配信されている番組をそのまま放送していたため大規模な自然災害などが起きた時に岐阜県を主体とした報道機関がないことへの不安からと言われている。その後、 1968年8月にテレビ放送事業を開始するにあたり、現在の岐阜放送に改称した。1992年4月より、岐阜テレビ、岐阜ラジオというテレビラジオごとの新たな故障が採用された。後に、ラジオは、系列の岐阜新聞社も出資する FM、岐阜を意識してか、AM 岐阜ラジオに故障を変更している。2005年には、 開局以来初のマスコットキャラクター、ワチャ、丸が登場。2007年には、開局45周年を機に、JR 東海岐阜駅前に建設された、再開発ビル、岐阜シティタワー43。2007年10月13日オープンの4階フロアに本社を移転。同年11月11日の11時11分11秒より、放送を開始した。これに先立ち、 同年10月1日より同局の通称を岐阜ちゃん都市社名は変更なしテレビラジオの番組表での表記も変更されたただし現時点では正式名称の岐阜放送が放送局名として番組で使用される例も見られるまた公式サイトも一新されトップページのミニ画面でギフ100%などの CM が視聴できるほか一部アナウンサーの 日記を掲載し始めるなど、以前よりも内容が充実した。2011年7月24日の地上デジタル放送完全以降を機に、新キャラクターのアップル、んちゃんが登場した。2013年12月9日には、堀江博美が代表取締役社長に就任したものの、同じく就任した岐阜新聞社での騒動により4日後に、辞任に追い込まれ、 1> 約一年間社長職は空席になっていた。しかし、2014年12月8日に乗務だった森田淳子が社長職に昇格させる人事を発表したことで収束した。なお、就任当初、森田は全国の民放連加盟テレビ局の中で唯一の女性社長だった。以上の経営上の混乱を収束させる過程で長らく競合関係にあった中日新聞社が 資本参加している。放送エリアの岐阜県は南北に広いため、本社以外に高山市にもスタジオを置いている。全社では独自に番組も制作されており、以前は専属のアナウンサーを配置していたが、後に、飛騨高山総局長が務めることになった。企業、団体は、当時の名称、出典どの系列にも属したことがない日本で、 初めての独立放送局で、全国独立放送協議会に加盟している。古くからテレビ東京と関係が深く、同局の番組を多く放送していることが特徴だが、正式な系列局ではないため、ワールドビジネスサテライトなど、少数のネットセールス番組を除いて、同時ネットであっても CM は差し替えている。東海地方では、三重県の三重テレビと同様の位置づけにある。 隣接する愛知県には、テレビ、東京系列局のテレビ愛知があるが、中京広域県の民放を、親局以外から受信している地域、中納、東納、日田地方などでは、同局が受信できない場合が多いため、実質テレビ、東京系列局の代わりとして主張されているケースが多い。しかし、地上デジタル放送への完全移行などにより、2011年10月の改変で、 テレビ東京からの同時ネットが大幅に削減され、ニュース番組もワールドビジネスサテライトのみ、後にニュースモーニングサテライトのネットを再開に絞られた。空いた枠の大半では自社制作枠、主に通販番組や多系列番組、配給番組含むに転換している。その後の改編においても、たびたび同時ネットの見直しが行われ、2013年4月の改編では、 長らく行われていたアニメ番組の同時ネットが完全に撤廃された。当局の本社送信書から愛知県西尾有地区や三重県北勢地区に山などの遮るものは一切ないが、テレビ電波はその方向へのスピルオーバーが抑えられていることから、岐阜県外での視聴者は少ないため、テレビ愛知の開局以降もテレビ東京の番組購入に制限がかけられていない。これは、 愛知県の大半にスピルオーバーが及んでいる三重テレビのほか、テレビ大阪の開局以降における3テレビや KBS 京都とは対照的な特徴である。また中津川中継局も標高が高いため、三河地域、大胸や萩川より、南側、下地域、三河湾側でも条件が良ければ受信できることがあるが、テレビ愛知と内容が被むることが多く受信している。場合はないが、 セトデジタルタワーに中継局の方角が近いことから受信してしまうケースもある。2011年7月24日放送終了時点。なお、愛知県内では3つのケーブルテレビで区域外再放送が行われている。開局当初は番組ソフトが今日のように充実していなかったこともあり、順前日放送でネット、日本教育テレビの番組をネットしたほか、 後に結成される案には、非加盟、岐阜放送ニュースの名前で、NHK ニュースを放送していた。また、岐阜日日新聞テレビ速報と題した県内ニュースが1日数回放送された。また、開局間もない頃は、県民総タレントというコンセプトを掲げ、視聴者参加型番組の制作に力を入れていた、こともある。 中京テレビと名古屋テレビの変速クロスネットが1973年の春季改編で解消され、東海地方のテレビネットワークが整理されたのを機に、平日は放送を17時前から夜間にかけてしか行わなかった時もある。土日は純前日放送。その後平日については、1985年頃に共同通信社から文字ニュースを受けるようになったことをきっかけに、 放送開始が昼前となり、1992年4月開編で、テレビ東京のほのほのワイドのネット開始をきっかけにくじに、さらにテレビショッピングや演歌などの音楽番組や、放送番組センターを通じての配給番組なども増えたことで、段階を追って繰り上げられた。2004年12月1日からは、日曜を除き24時間放送を開始したが、 2012年4月2日より、土曜を除いて取りやめ、残る土曜も、同年10月の改編で、翌朝3時、27時終了となり、一旦中断された。その後、翌2013年10月以降は、平日が、原則4時放送開始、翌日3時終了の23時間放送による、遵守や放送、終了後もメンテナンスに伴う停波を行う、場合以外、 テストパターンのカラーバーと信号、音楽を送り出しているため、事実上週夜放送である土曜日は完全週夜放送。日曜日付への切り替えは4時起点に戻ったが、2015年度からさらに放送休止時間が縮小され、平日は曜日によって若干のズレがあるものの原則3時45分開始から翌朝3時終了の23時間15分。日曜は4時開始。 起点から翌日1時50分終了の21時間50分の方となっている土曜は従来通り間全集や放送。2016年周期の改編では日によっては3時30分、27時30分で前日付の放送を一旦終えてからカラーバーなどの試験電波を流し3時45分に当日の放送を開始するという ほぼ完全終夜放送に近い状態に戻る日も増えている。ギフちゃんの故障の使用される前、ニュース速報は、ギフ新聞ニュース速報と称し、PPP、PPP という信号音、音階は全てドが鳴らされていたが、ギフちゃんの故障誕生以降は、ギフちゃんニュース速報の名称で、テレビ朝日や系列各局で広く使用されている、チャイム音に変更された。 このほか、夕方のワイド番組では、岐阜新聞本社からの中継がある。地上デジタル放送は2005年4月1日より開始。リモコンキー ID は8だが、この番号はもっぱら、富士テレビを筆頭に、系列各局が使用しており、独立局は元より、富士テレビ系列以外で唯一使用している。地元の系列局である、東海テレビが、アナログ放送時代の親局と同じ。 一応、継続使用したことで空いた ID、八を獲得したことによる。当初は、ハイビジョン対応の番組は皆無に等しく、海運。何でも官邸団や、ごく一部の特別番組に限られていた。自社制作番組では、画面比4、3、標準画質映像のアップコンバートによる放送が、続、前述以外のテレビ東京の番組は、サイドカット状態で放送された。 その後、2006年6月3日夕方放送の TXN ニュース、6月4日放送のスポーツ魂を皮切りに試験的にハイビジョンで放送、6月11日のプロ野球中継、ロッテ対巨人戦ではハイビジョンに加えて 5.1CH サラウンドステレオで放送された。同年7月からは、テレビ東京発のハイビジョン対応番組に限り、正式に、 ハイビジョン放送を始めた。なお、生放送による自社制作番組ではやや対応が遅れ、2007年11月11日より順次ハイビジョン化された。新マスターの運用は同年12月1日より開始した。2008年1月8日までは原則として画面比4、3の識別信号が入っていており、いわゆる額縁放送にはならなかった。 CM 中やテレビ東京発の同時ネット番組を除く。翌1月9日からは識別信号が付加されなくなり、16、9以外の番組はすべて額縁放送となっていた。ただし、同日より同時ネット番組に限り字幕放送に対応し、実際はマスター移行前からも非公開なが対応。同年2月11日付以降の新聞の 番組表で該当する番組にマークが付けられている。2009年1月12日からは、アナログ放送では、アナログマークを画面右上に表示。原則として、平日は16時51分から24時45分までの番組、土曜は18時から25時、日曜は18時から24時に放送される番組で、CM 中と通販番組を除き常時表示された。 データ放送では、岐阜県から送られてきた情報をもとに、各河川などの現在の状況を、水位や静止画で確認できるシステムを2006年4月より運用している。自治体と放送局が連動し、データ放送を通じて、防災情報を提供する試みは、当局が初めてである。また、データ放送内に広告を表示させる方式を採用したのも同局が初である。 なお、かつては、テレビ東京発の同時ネット番組のうち、モノラル音声の番組において、アナログでも、地デジと同様にモノステレオ音声で放送される、場合があった。2008年10月21日以降は、画面右上にウォーターマーク、ギフチャンロゴを表示している。2010年1月からは、それまでのロゴの右に、ハチャマルを添えたものに更新された。 2010年5月中旬から6月13日までは、第30回全国豊かな海づくり大会が岐阜県で開催されるのに伴い、バチャ、丸の代わりに大会のキャラクター、ヤマリンを配したものが使用された。地デジ完全以降の2011年7月24日以降は、前述の通り新たに登場したキャラクター、アップル、んちゃんが岐阜ちゃんロゴと共に表示されている。 同年12月24日から2012年12月23日までの1年間は開局50周年を記念してその文字が加えられた。翌12月24日以降はギフチャンロゴのみの表示となっている。なおギフチャンでは提供スポンサー紹介時にもウォーターマークを表示したままにしている。同局ではテレビ東京から長年ゴールデンタイムのアニメ番組 およびドラマ番組の同時ネットを積極的に行ってきた。バラエティ番組などとは違って物語が連続する上にスポンサーの影響力が大きいアニメやドラマの場合、野球中継などの独自の特別番組を組むと必ず振り替え措置が必要となるため、系列局以外で同時ネットを受けるのは珍しい子である。特番を組んだ場合は別の曜日や時間帯に振り替えられるが、 該当する回が一話完結のエピソードであったり、どうしても番組枠の都合がつかなかったりする場合は、放送されず返上となり、次の回に進むことがある。一方で、2000年代後半以降は深夜帯にもアニメ番組、ウィキペディアにおける UHF アニメを放送している。岐阜県を含む在名広域県では、UHF アニメは、テレビ愛知でネットされる作品が、 圧倒的多く、当局で放送されるのは、マイクールあたり数本程度に限られる。2014年現在は主に角川、角川書店が関与している作品を、名古屋市やその周辺で受信できる地域が多い三重テレビと、人でネットする事例がほとんどである。2017年以降角川関与のアニメは、 テレビ愛知で放送されるケースが増えて30テレビと共に深夜アニメが0本となるクールが増えている。なお、2019年7月期は番組販売で UHF アニメの遅れ放送を行っていた。この他テレビ東京系の深夜アニメが当局では夕方枠で流れるケースもある。特に2018年以降は積極的に放送しており2019年10月現在、平日夕方に 週5本放送されるアニメ枠のうち1本が、テレビ、東京深夜アニメの放送枠となっている。22時22時54分、いずれもテレビ愛知制作、など多数、以下は、UHF アニメ、など多数、岐阜放送の親会社である、岐阜新聞途中部日本放送、CBC、東海テレビ、THK 東海ラジオ、SF の関係会社である。 中日新聞は、岐阜県下では競合関係にあり、激しい部数拡張競争を繰り広げていることから、一般に、不仲と言われる、それでも、東海ラジオ放送の前身であるラジオ東海、旧、岐阜放送イコール当たり行のとは全く別は、中日新聞の前身である、中部日本新と岐阜新聞の前身である、岐阜タイムスの合弁企業であった。また、テレビ愛知とラジオ十二は、 中日新聞と岐阜新聞が共に出資している。この関係は過去に中日ドラゴンズの監督交代劇の際、岐阜県内での中日新聞の各半制作絡みで岐阜県出身者を登用する動きがあると他社マスコミに報じられたこともあったほどの得意性を持つ。その影響は以下の例にも現れている。岐阜県内において約6割のシェアがある。 中日新聞岐阜版のテレビ欄では、テレビ愛知、TVA、中日新聞系が標準サイズ、NHK テレビなどと同じ大きさで載っているのに、対し、岐阜テレビはランカの1、3サイズになっている。表記は、岐阜ちゃんとなっている。長野県の一部のみの地域版にも、小サイズで載せている。ただし曲名カットは、従前と同じ、岐阜となっている。ちなみに、 中日新聞三重版の三重テレビ、MTV、中日新聞系は、標準サイズで、テレビ欄の真ん中に載っている。なお、1980年代頃まで、地上派のみだった時代は、愛知、三重県向けの長官では、テレビの番組表は、三重テレビと同列で、ハーフサイズ、ラジオに至っては、極小サイズで、夜間、17時から、 深夜の放送終了時イコール当時24時30分までのみの収録にとどまっていた。その後テレビの多チャンネル化やテレビ放送の全日体制復帰により番組表の配置も解説コーナー付近のハーフサイズに変更。ラジオも日中の番組一部の続を収録するようになり、愛知国際放送、ラジオ愛が廃止となった2010年10月1日から愛知のみ、 クォータサイズに昇格した、三重県版は、有刊だけ掲載。これに対して、岐阜放送の親会社である、岐阜新聞は、岐阜放送は中央に、標準サイズで、テレビ愛知は右端にハーフサイズで載せている。なお、三重テレビは、中面の BS デジタルやラジオの欄に載っている。2005年12月頃になって、デジタル7チャンネルの文も掲載された。 1970年代には、地方開催に限りゲーム中日主催ゲームを独立局間ネット放送した例があり、1976年4月8日には、草薙球場での対阪神タ対ガー,アース戦の放送事例がある。テレビ神奈川の制作で、3テレビ、近畿放送、テレビ和歌山、三重テレビでも放送。1987年から数年間、 1980年代には、名古屋球場、後に名古屋ドームで開催、現在の地方主催も浜松球場などの中日主催ゲームを CBC が放送できない場合、実制作を CBC が行い、岐阜放送が代わりに放送する形で、ドラゴンズスペシャルナイターと題して、同局で地元の企業、団体の協賛を得て放送していたが、後に CBC やドラゴンズの親会社である、 中日新聞による岐阜放送への放映検証と拒否か、岐阜放送の親会社である岐阜新聞側による返上かは不明だが、CBC 制作による岐阜放送での放送は1990年代、行われた岐阜ながら側9条での広島東洋カーアップ主催の対中日戦に限られることになった。現在は CBC が編成の都合上放送できない場合は、東海テレビ、 三重テレビ、中継担当は原則として、東海テレビが、ごく稀に、CBC の場合あり、NHK 名古屋放送局、地域情報番組枠が組まれる金曜日のみ、放送可能に、放映権を譲渡している。以後は、TV 系、神奈川新聞系で、メテレと、業務提携関係あり制作の対 DNA 戦や、3テレビ、 神戸新聞系制作の大阪神戦の中継、東京 MX、東京 FM 系制作の対ヤクルト戦、神宮を映するのみとなっている。詳しくは、ギフチャンダイナミックナイターの項を参照。また、ギフラジオにおいては、スポーツニュースで結果を放送する際に、中日とは言わず、ドラゴンズ都市放送している。監督の記者会見などを流す際も、中日という言葉の部分を、 わざわざ編集でカットしているほどである。ただし、岐阜放送、岐阜新聞ともウェブ上の文章では、中日を使用していい。なお、三重テレビ、MTV、中日新聞系では2017年現在でも、東海テレビ制作分の一部、年度により CBC 制作分もの一部も、譲り受けて放送している、三重テレビナイターの項を参照。なお、2005年より、テレビ東京、 TX が巨人戦の中継を本格的に取り組んだことから、岐阜放送でも巨人戦を放送する機会が増えている。2006年は中日戦、巨人戦ともに6試合、巨人戦は主催2試合含む、その対1試合を放送した。中日戦中継の減少が著しい中、巨人戦中継の割合が増えている。ただし、巨人戦中継の今後は TX の動向次第である。 なお、2007年9月6日は、テレビ東京をキーに名古屋ドームの中日 VS 巨人戦の中継が全国ネットで行われたが、かつての CBC の時とは異なり中日の資本ではないテレビ東京からの購入となるため、岐阜放送での放送が実現するか注目されていたが、結局ネットされなかった。2007年の日本シリーズ日本ハム対中日戦をテレビ東京系列で2試合、 第2試合イーコール、札幌ドーム、第5試合イーコール、名古屋ドーム放映するが、岐阜放送でも2試合とも放映し、名古屋ドームからの中継は、帰放送では、史上初、中日の53年振りの日本一同上げの瞬間を、生中継した。日本シリーズの主催は、出場球団ではなく、日本野球機構、NPB である。高校野球の甲子園での岐阜県代表試合を、 ABC からネットしていた時期があった。甲子園球場の ABC の放送席で伊藤信久アナが実況したこともあった。テレビ愛知、TVA、本社、愛知県名古屋市の各大須は、日本経済新聞と中日新聞が主要株主であるが、岐阜放送の親会社、岐阜新聞も株主の一員となっている。また f m ワッチ FMPP においても、中日新聞、 岐阜新聞両社提供の定時ニュースが配信されている。また、2014年3月まで、岐阜 FM 放送、ラジオ80、当時の社名。現在は、FM 岐阜にも、両社ニュース配信が行われていたが、2014年4月以降は、中日新聞に一本化された。2010年代に入り、中日新聞が、岐阜放送に、資本参加したため、 小規模経営のコミュニティ FM を除く東海3県のラジオ局で中日新聞資本がないのは岐阜県をエリアとする FM 岐阜と木下公務店グループで当初インターフム名古屋支社が運営し2016年8月に文社独立放送免許承継は12月からしたラジオネオのみとなった FM 岐阜の前身である岐阜 FM 放送では中資本があったが再建後は FM、愛知を通じた間接的関係となった。高橋久子敗義不整流ハーフマラソンは、中日新聞の主催ながら、2012年の第2回目より、岐阜新聞と岐阜放送も公演している。なお、第2回まで中部日本放送が、公演、2013年の第3回以降は、テレビ愛知の公演となっている。岐阜放送は、岐阜新聞社の子会社で、 また報道協定を結んでいることから、岐阜放送のアナウンサー、記者などが岐阜新聞に出向する例も珍しくない。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。